長岡本委員、はい、はじめに世田谷版ネウボラを支える母子保健システムの構築について伺ってまいります。私は平成29年第1回定例会の一般質問において母子健康情報の提供サービスの導入を求めた際、区の妊娠期面接をはじめとする乳幼児健診情報などの母子保健事業がすべて紙媒体で管理されていることを知り、まずはデータ管理の精度向上、業務改善の必要性の観点から電子化への改善を求めました。区が平成30年度の予算に約7000万円の予算計上し、母子保健システムの構築を開始し、本年7月に本格稼働を果たされた迅速な対応を評価いたします。まずこの母子保健システムの稼働により期待される効果を伺います。相馬課長。母子保健事業では、妊娠出産から、子どもの成長に応じた体系的な支援と個別支援等を重層的に展開する必要がありますが、従来は妊婦や子育て家庭の情報を紙媒体の母子保健カードで管理し対応しておりました。このため担当職員は適正に情報を管理するために修正作業や点検決済までの管理を常に手作業で行うため、さまざまな負担が生じていたとともに、年度末の国や都への報告の集計などのためには相当量の手間と労力がかかっておりました。さらに国とのデータ連携をはじめ、関係所管からの情報紹介や特定の対象の抽出などシステムであれば迅速に対応できる情報共有や分析が困難となっておりました。今後は母子保健システムを効果的に活用し、これらの事務の負担を軽減するとともに、蓄積したデータを抽出分析することにより、今まで以上に効果的な母子保健政策の実現を目指してまいります。以上です。委員長岡本委員、はい、大きく改善が図られて、これからの効果が期待されるという答弁をいただきました。国は現在母子保健分野におけるデータヘルスの推進に取り組み、マイナポータルを活用した子ども時代に受ける検診、妊婦検診、予防接種等の個人の健康情報歴を一元的に確認できる仕組みの運用をいよいよ明年6月より開始するとしています。自治体での活用は母子保健情報の電子化が前提であり、本区でもマイナポータルの活用が今回の改善により可能となりました。区としてこの機を逸することなく、希望するすべての家庭に母子健康情報の提供ができるよう、国のマイナポータルの仕組みに対応する環境整備に着手すべきと考えます。区の見解を伺います。相馬課長。区では本年7月より母子保健情報システムを稼働し、今後母子保健に関するさまざまな情報を順次電子化してまいります。まずは委員にご紹介いただいたマイナポータルによる母子健康情報の提供につきまして、国の仕組みに対応できるようシステム等の環境整備を進めてまいります。以上です。委員長岡本委員、はい、よろしくお願いいたします。次に虐待予防防止の観点から母子保健システムを活用したネウボラ面接の全数実施への取り組みについて2点伺います。平成28年7月妊娠期を対象としたネウボラ面接の開始より、会派として全数面接は欠かせないとし、妊娠届け時のファーストタッチが重要であることを訴えてまいりました。平成30年度の妊娠届け者のネウボラ面接の実績は約 89.1% の7062名であり、ネウボラにつながらなかった妊婦が全体の 10.9% 約852名存在しております。また面接実施者7062名のうち、ネウボラ面接が同時にできる健康づくり課以外の窓口へ届け出をされた4453名の多くの方がネウボラにつながるまでに数ヶ月、長くて半年以上経過しているという課題があります。そこで伺いますが、1点目に妊娠届との同時面接ができない妊婦の方々がネウボラ面接に至るまでの間不安を抱えることがないよう、妊娠届の受付窓口で母子手帳を手渡す際、さらなる丁寧な説明の対応を求めます。またネウボラ面接を受けずに出産された妊婦の方々を早期に把握し、生後4ヶ月までの全数訪問実施と本区の子育て支援につながる対応が求められます。区の見解を伺います。相馬課長。これまで何らかの理由で妊娠期同時
妊娠期に面接ができなかった場合には、出産後乳児期家庭訪問や 3,4 ヶ月検診を通じ、それらの母親に必ずアプローチをしております。今後妊娠届と同時に、面接を受けられなかった方が、できるだけ早く面接につながるよう丁寧な案内とともに、今後は母子保健システムなどを活用し、妊娠期面接や乳児期家庭訪問などを受けていない妊娠子育て家庭を早期に把握し、個別に連絡するなど工夫してまいります。以上です。委員長、岡本委員。はい、2点目に、昨今乳幼児の虐待死が報じられるたびに心を痛め、何とか虐待から子どもを救う手立てはなかったのかと無念な思いに駆られております。特にその多くが他の自治体から転入されて間もない家庭で起きていることから、本区に新たに転入された乳幼児がいるご家庭や妊娠期を経ないで乳幼児を養育するご家庭を早期に把握し、ネイボラ面接を通じて子育て利用券等を活用した地域の子育て支援のネットワークにつなげる新たなアプローチが求められます。区の見解を伺います。相馬課長。委員ご指摘のとおり、できるだけ早い段階で、妊婦や子育て中の転入などを把握し、切れ目なくさまざまな支援を提供することは重要な課題だと認識しております。今後関係所管とのより一層の連携を図りつつ、転入してくる妊婦や子育て家庭などの早期の把握のより良い方法について働きかけてまいります。また母子保健システムなどの活用による効果的な把握方法や、区や地域の子育て家庭を子育て支援とつなぐ方法等についても検討してまいります。以上です。委員長。岡本委員。はい、ぜひこの母子保健システムが電子化されたことにより、さまざまな把握がスピーディーにできるということに改善につながっておりますので、ここでしっかりと世田谷区が手を緩めずに全ての子育て家庭のサポートに力を入れていただきたいと思います。次に、予期せぬ妊娠をした女性の支援体制について伺います。予期せぬ妊娠をして誰にも相談できずに一人で悩むことは、抱え込むことは当人にとってその後の生き方にも影響を及ぼすこともある大きな負担であると同時に、出生した子どもの生後0日の虐待死にもつながる可能性もあります。厚生労働省の子ども虐待死亡事例の検証結果報告では、第1次から第14次報告までの心中以外の虐待死727人のうち0歳児は345人、47.5% と多く、そのうち0日の死亡は135人、39.1% と多くを占めております。特に0日死亡の実母の妊娠期の問題は、第14次報告では予期しない、計画していない妊娠が 81.8% と非常に高いと報告しております。予期せぬ妊娠は、そもそも妊娠したことを知られたくない女性からの相談であり、住所・氏名を名乗りたくない場合が多く、医療系ではない知識とどのような相談者も受け止め、そこから支援につなぐ技術が必要であり、スーパーバイザーを確保することが望ましいと考えられております。国は今年度の予算に、児童相談所設置士を含む実施主体に、産前産後母子支援事業のモデル事業として、予期せぬ妊娠など妊娠出産に悩む妊婦のための相談窓口の開設を含む支援体制の整備費用を計上しております。区の児童相談所の開設準備状況の報告書には、残念ながら予期せぬ妊娠に悩む女性への相談窓口等が明確になっておりませんでした。今後、区として支援体制の整備が必要と考えます。区の見解を伺います。相馬課長。はい、予期せぬ妊娠や出産で悩む区民が、相談を望めば、総合所のネオボラチームの保健師等が妊婦の気持ちに寄り添いながら傾聴しつつ、それぞれの妊娠子育てにとって必要な支援の提供やより良い家庭環境を整えられるよう、助言指導などを行っております。また東京都では妊娠相談ホットラインを開設し、メール電話相談を匿名でも受け付けております。そのホットラインから区に情報が提供があった場合には、必要に応じて総合支所の地区担当保健師が連携を図りつつ支援に当たっております。一方、このような相談支援につきましては、本人やご家族が相談を希望し、区などへコンタクトをして実現するものであり、予期せぬ妊娠や出産の相談窓口として対応できることの周知としては十分ではないと認識しております。
今後関係所管とともに相談に躊躇する妊婦への効果的なアプローチの手法について協議してまいります。以上です。委員長。岡本委員。はい、今ネウボラで予期せぬ妊娠をされた妊婦の方々に寄り添う支援をしています、また今後もしていきますよというご答弁だったんですけれども、どうしてもネウボラ面接というと妊娠届を出して、そしてネウボラの面談にある意味で幸せな、そういう妊娠っていう思いで来られる方がほとんどだと思います。そこにご自分のことを匿名で相談したいという方が果たしてネウボラ面談に来れるのかなということは非常に私は懸念がありますので、ぜひネウボラできちんと対応できるのであれば、その周知方法を今後進めていきたい、いただきたいと思います。特にその必要とする方々は今スマートフォンなどの普及によって困った事柄を入力して検索することが多くなっておりますので、積極的にホームページ等を活用して周知を図るなど、そういう取り組みが必要と考えますが、区の見解を伺います。相馬課長。はい、予期せぬ妊娠や出産で悩む区民や家族などが安心して相談できる窓口など知りたい情報を広く区民に提供することが必要です。特に委員ご指摘の通り、若い世代に対してはインターネットでこれらの情報を提供することは有効であると考えております。そのため区のホームページを活用し、予期せぬ妊娠や出産の相談などにも応じる区の窓口を改めて紹介するために、分かりやすいページとなるよう内容や表現を見直してまいります。またいち早く情報が紹介できるよう検索されやすい言葉を使用するなど工夫をしてまいります。以上です。委員長。岡本委員。はい、よろしくお願いいたします。次に児童相談所の対応について伺ってまいります。予期せぬ妊娠に悩んだ末に出産をされた場合や、さまざまな理由で実親が新生児の養育が困難となった場合、どのような選択肢があるのか、また児童相談所として今後どのようにサポートするのか伺います。委員長。児童相談所開設準備担当課長。長谷川児童相談所開設準備担当課長。はい、妊娠期面接等を受けず、区や医療機関にもつながらず、出産を迎えるケースにつきましては、出産の間際や、出産後になってから初めて児童相談所につながることになるため、十分な相談や、意思確認の時間が取れず、早期の養子縁組が難しいという現状がございます。でこうしたケースでなおかつ実際の親御さんのもとに子どもを置くことが適当でないと児童相談所が判断する場合、子どもは乳児院や里親に措置することとなり、その後については児童相談所と実際の親御さんとの間で養育の意思の有無や生活の見通しなどを相談していくこととなります。で引き続き実親のもとで養育できない場合は、乳児院から児童養護施設、里親への養育委託、特別養子縁組などの選択肢が考えられますが、家庭養育優先の考えのもとで子どもの最善の利益にかなうよう対応していくことになります。以上です。委員長。岡本委員。はい、本区では家庭養育優先原則を踏まえて、今後就学前の子どもの里親委託率の目標を令和6年度末までに 75% と掲げておられます。特に乳幼児期の養育が愛着形成上大切なことから、まずは新生児乳幼児の里親募集育成を集中的に行うことが必要と考えます。区の見解を伺います。委員長。児童相談所開設準備担当課長。長谷川課長。はい、乳幼児の養育は、養育後の生活がイメージしやすく、また里親となることの意義について共感を得やすいと、そういった傾向がございます。でこうした傾向を利用いたしまして、乳幼児の養育から里親を始めるよう集中的に PR を行うことで成功しているという事例もございます。こうした事例を参考に里親家庭の普及促進に向けた戦略的な広報活動を考えているところでございます。でいずれにいたしましても、乳幼児期は愛着に基づいた基本的な信頼感を育み、子どもの社会性の発達を促すことが重要でございます。で様々な手法を駆使しながら家庭的な養育ができる里親を優先的に増やす工夫に取り組んでまいります。以上です。委員長。岡本委員。はい、これまでも区内の里親さんと意見交換をさせていただいてまいりました。その時にすごく感じてきたのは、これまでの東京都の児童相談所の
対応は非常にある意味機械的なもので、とても里親さんと信頼関係が醸成されていたとは言い難い状況を私は感じ取ってきました。何よりも児童相談所と里親さんの良好な意思疎通、信頼関係が子どもたちの健やかな養育につながるものと実感しております。その点をぜひご留意いただきたいと思います。とともに、以前町田にある乳児院を訪問した際、施設長より虐待等の事案で緊急に親子を分離した場合など、医療的な知識が必要なことが考えられるので、一足飛びに里親家庭へ新生児の委託は難しい場合があるとのことでした。今後、新生児乳幼児の里親の募集を集中的に推進する本区として、里親への新生児養育委託に向けてどのように取り組むのか伺います。委員長、児童相談所開設準備担当課長、長谷川課長。はい、いわゆる生後4週間までの、新生児は、乳幼児の養育とは異なる注意と、サポートが必要でございます。特に、新生児の段階では、先天的な、疾患を抱えているか判断が難しく、状況に応じて、専門的な支援が必要な場合もございます。でこうしたことから医療面のサポートが非常に重要になると考えており、このサポート体制が整うまでは医療機関付属の乳児院の活用が中心になるものと考えております。で児童相談所と医療機関の連携の一つとして、里親への医療相談支援を充実させる予定であり、この連携にいずれ新生児の養育支援も加えるなど、サポート体制の構築と新生児の養育が可能な里親の育成を進めてまいります。以上です。委員長、岡本委員。はい、ぜひこれから里親さんのリクルートをはじめ、また研修等も区として外部委託をされるということにも今後されると思いますけれども、ぜひこの視点を留意して取り組んでいただきたいと思います。その上で、この8月に会派で愛知県の児童相談所の特別養子縁組を前提とした新生児里親の取り組みを視察させていただきました。出生前から児童相談所が養育困難を把握し、実母に寄り添い、パーマネンシー保障の観点から出生後直ちに特別養子縁組を希望されるご家族に新生児の養育を引き継ぐ取り組みを約30年間にわたって実施してきた様子を伺い、乳幼児期の愛着形成に欠かせない家庭養育の重要性を深く捉えた施策に感銘を受けて帰ってまいりました。今後、里親への委託率向上とともに、特別養子縁組への取り組みも大変重要と考えます。区は児童相談所開設当初は、早期の特別養子縁組に向けた都の新生児委託推進事業の枠組みを活用するとのことですが、その後の区の取り組みの方向性を伺います。委員長、児童相談所開設準備担当課長、長谷川課長。はい、区は独自の取り組みといたしまして、縁組を必要とする事例の把握から養子縁組までの速やかな連携を目指し、実親のアセスメントや縁組家庭とのマッチングとの業務への民間斡旋機関の活用を視野に検討を進めてまいります。でなお、平成30年の民間斡旋機関による養子縁組にかかる児童の保護等の法律の施行に伴い、現状では都道府県による民間斡旋機関の許可、監督、検査、指導等が行われており、児童相談所は必要に応じて民間の斡旋機関と相互連携や協力が求められております。でまた、国が示す社会的養育推進計画策定要領におきましても、地域の実情に応じ民間斡旋機関に対する支援や連携方策を検討することとされております。で区はこうした方向に沿いながら、子どもにとって最善の選択肢を提供できる体制づくりを進めてまいります。以上です。委員長、岡本委員。はい、今のご答弁で、今後民間斡旋機関の活用視野に方向性を考えるとの答弁でございましたけれども、今回の区の報告書を拝見しても、気になるのが、特別養子縁組成立後の養親へのサポートを誰が行うのかが判然としていなかったことです。実親でないことから生じるさまざまな悩みを相談できる体制をきちんと整備すべきと考えますが、区の見解を伺います。委員長、児童相談所開設準備担当課長、長谷川課長。はい、平成28年の児童福祉法改正により、養子縁組後の支援も含めた養子縁組に関する相談支援が
都道府県、これ児童相談所としての業務に位置づけられました。でしかし養子縁組成立後いつまでを支援対象とするのか、こちらについては明確な記載はなく、また養子縁組成立後は通常の家庭と同様に地域の子育て支援サービスの対象でもあること、でまた子どもの出自の秘匿、また周囲との関係から児童相談所との関わりを望まない家庭もあるということもございます。でどのような支援体制を取ることはふさわしいのかについて整理が必要であると考えております。で委員ご指摘の通り、身近に同様の養子縁組をした家庭がいないなど、養子特有の悩みを抱えたご家庭もあるのは事実でございます。でそのニーズに応えていくことは子どもの最善の利益の保障の観点からも重要課題であると認識してございます。でその解決に向けまして相談体制づくりに今後取り組んでまいります。以上です。岡本委員、はい、すべて今児童相談所の開設に向けて、関係されるすべての職員の方が本当にこれまでさまざまな難題を乗り越えながらここまで取り組んでこられたことに対しては敬意を表します。その上でとにかく今おっしゃられたように子どもの最善の利益、養育過程の中でもまた実母の家庭の中でも子どもの最善の利益が保たれる保障される世田谷区であるということをまず全面的に推進していただくことを要望して参りたいと思います。で次に災害時における避難行動要支援者の見守りについて質問をさせていただきます。以前2011年の東日本大震災が発生した直後に区内に住むご婦人より伺ったことですが、その方の知的障害のある息子さんが当日作業所を出た帰り道に発災に遭い、数時間経っても帰宅せず、作業所に連絡を取ってももう息子さんは送り出しました、そしてお家でお母さんが待っていらしてもなかなか帰ってこない、そういう不安に駆られた時に、安否確認をする対応がなかなかできなくて、最終的には作業所の方がその息子さんの帰り道になる世田谷線、ちょうど当日世田谷線が不通になってしまっていたので、その世田谷線でぽつりとそのお子さんが立ったまま待っていたっていうその姿を拝見した上で ある意味で確保したっていう身柄を確保したっていうことを伺いました。このように本区にはいざという大規模災害が起こった場合に周囲へ意思表示がうまく伝わらず災害時に孤立しがちな障害者がいらっしゃるのではないかと思いますが、その障害のある方々に対する見守り、またその人数がどの程度存在するのか教えてください。委員長、障害施策推進課長。太田障害施策推進課長。はい、災害時に備え自力で避難することが困難な障害者への支援とともに、自分から意思表示や家族等との連絡を取ることが難しい障害者について支え合いの仕組みを整備していくことは共生社会の実現に向けて重要であると認識してございます。区では災害時や災害が発生する恐れがある場合に備え避難行動要支援者避難支援プランを定めております。その中で避難行動要支援者について身体障害者手帳1級で視体や視覚聴覚等の障害がある方や愛の手帳1、2度の方等としており、令和元年8月時点では身体障害と知的障害の方の合計で3308名となっております。こうした方々への支援策として町会自治会等と連携し災害時の自力避難が困難な重度の障害者を対象に安否確認や避難等を支援する体制整備を進めるとともに、家族と連絡を取るためのツールとして携帯電話事業者による災害用伝言ダイヤルや警視庁の110番サイト、東京消防庁のネット119緊急通報システム等の利用案内をしておりますが、意思表示が難しい障害者等の孤立を防いでいくためには地域における支え合いの充実が必要であると考えております。以上です。委員長、岡本委員、はい、一般的な災害用伝言ダイヤルだとか、そういうものの今ご提示だけだったんですけれども、今の全国ではやはり午前中から高い派からも認知症の高齢者の方々の見守りということもお話が出てきましたけれども、非常にこの災害時にこういうご自身で判断ができない方たちをどう見守るのかということは全国自治体の大きな課題にもなっております。でつい最近なんですけれども、
その課題を解決するために QR コードを用いたその見守りそういう仕組みを作ったということを伺いました。でこの QR コードは洋服や何かにその QR コードをつけたシールを貼っておくことで迷ってるな、例えばヘルプマークの横に QR コードをつけておけば迷ってるのかなって思った時に、今キャッシュレスの時代なのですぐ QR コードで読み取るということがスマートフォンで周囲の方たちに確認していただきやすいというもので、そしてそれをかざした時にすぐに保護者の方に通報が行くっていうそういう仕組みができておりますが、このようなツール全国自治体71自治体ですでに導入しておりますけれども、世田谷区でも導入を求めますがいかがでしょうか。委員長、障害者推進課長。太田課長。はい、区といたしましてはご提案の QR カード等もございます。ICT の進展により災害時の対応も視野に入れた民間事業者のさまざまな見回りのサービスができてきておりますので、課題を整理する中でご提案を含めて検討してまいります。以上でございます。はい、岡本委員。はい、高齢者の方々にもぜひ使えるものだと思いますので保管する仕組みとして導入を求めて公明党の質問を終わります。以上で公明党の質疑は終わりました。